どうも、おたるです。今日はカノンさんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。カノンさんに事前に宅飲みしながら撮影しようというふうに伝えているんですけれども、だんだんですね、僕が泥酔をしていって、最後にテキーラを一気飲みします。で、カノンさんがどんな反応するかっていうのを検証していきます。このままテキーラを一気飲みしちゃうと僕は死んじゃうんで、緑茶と中身を入れ替えていきたいと思います。匂いがすげえわ、これは。これは、ドッキリ終了後にまた瓶に戻します。どうですかね、見た目全然わかんなくないですか。ほぼ一緒ですね、同色。一気飲み寸前にすり替えるので、一旦僕のバッグの中に隠しておきます。いきなりなんか撮影中断みたいなことも言われかねないんで、念のため隠しカメラをセットしました。カノンさんが来るのを待ちたいと思います。てか、バナナチップス、すごい久しぶりに見たわ。てか、テキーラなんで、テキーラ飲むの？お酒っつったらやっぱテキーラし。じゃあ挨拶いきますか。じゃあいきます。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと、少し髪切った渡るです。え、そうなの？え、普段人に対してあんなに前髪切った変化わかるみたいな言ってるくせに、俺のこのざっくり切った髪の毛にはわかんないんだ。似合ってるでしょ。いや、前の方が良かった仕返しだよ、この前の仕返し、うん、なんかね、コメントでも結構トーク気ままにしてるのも面白いっていうのが多かったんで、お酒飲みながらまた楽しく会話できればね。わかりました。スミノフー。あー、いいじゃん。お疲れです。うまっ。おいしい。あ、スミノフー、うまっ。うまいね。バナナチップス食おうか。いいね、うん、じゃピスタチオもあるよ。ピスタチオ、うん、すげえ、ピスタチオ落とすの。いいでしょう。買った。え、頭悪。マジっすか、そんな食べてんの。天然炸裂ですか。かわいい。こうやってめくって、こうやってやるんですよ。これ食べんの。いや、おかしいからね。あれね、みかんをそのまま食べてる人みたいな感じですよ。え、このまま食べるんじゃないんだ、ピスタチオ。死んなくて、ほんとに。あ、うまっ。じゃあ、わたるくんにお酒の力を借りて、ちょっとわたるくんの心境をちょっと聞いていきたいと思います。出始めた頃はさ、彼氏できたからチャンネル登録解除しますみたいなコメントも結構あったの。ね、あの時ね。半年間、わたるが最も傷ついたコメントみたいなのある。傷ついたっていうか、ショックだったのは、うん、わたるいらん。これがシンプルに傷ついたね。まあ確かになーって、申し訳ないなーとしか思わないかな。もっと飲めよ。飲めよ。言われなくても。テキーラ。ああ。うわっ。これで、とりあえずこのぐらいに飲む。一緒に飲むでしょ。え、うちも飲むの。え、だってそんなに入れないで、本当に飲めてない。あ、ありがとう。本当はさ、あれだよね。うわ、匂いがやばい。レモンとかさ。うん、そうそう、レモンね。で。じゃあ、テキーラ。うわー、カーッとくる。うわー、口くっさ。なんかあの、ガソリンみたいな。ね、ガソリンじゃない。やばい、うん、え、この動画面白いかな。じゃあ、わたるくんからちょっとトーク引き出してみて。ちょっと不満でも言おうかな。え、不満でも言おうかな。不満、うん、うん、え、不満、あ、いいけど全然。最近思ったのが、なんかさ、動画目的で会うことはさ、うん、多いというか、まあプライベートでなんか飯行くときってあんまないよね、正直。あ、回数絶対減ったよね。どうすか。え、その辺どうすか。すげえなんか追い詰められてる顔してるけど。いや、だって動画、うーん、難しいね。なんかそれはごめん。今週3、4投稿だから、うん、編集もあったりとかで、まあ、うん、難しいよね、YouTuber ってさ、うん、なかなか人とその恋愛とか難しいんじゃないかな。うん、だって渡るからだって誘ってこないじゃん。熱くなってきた。ね、最近なんかあったの、仕事で。え、なんか仕事だったの。別に、たまにはちょっと反撃の渡るをしてみようかなって。反撃の渡る、うん、
結構 YouTube 見てるじゃん。男性 YouTuber って書いてあるし、イケメンイケメンってすごい連呼してるよね。してないよ、全然してないよ。これかっこよくないみたいな。あ、いいかな、やめなよ、削ない、この髪型よくないみたいな。え、全然してないよ。どうせ俺は服くんだよ。酔ってる酔ってる、うん、酔ってる酔ってる。水飲む。え、水飲む。水で冷蔵庫入ってるから。ちょっと聞いて。本当に飲みすぎ。多分使えないよこれ YouTube。 え、どこ水、あ、あった。うぅ、え、やばいよ、リバースしたら動画使えないって。え、待って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 。一応ね、まだ平気だから。まあもしそうなったら、一応ね。え、大丈夫。いや、おかしいって、もう飲まなくていいって。ダメだって、飲んじゃって。こんな酔っけ。え、こんな酔っけ。皆さんやばいですよこれ。多分ほとんどカットで、こんな酔ってるとこあったら多分 YouTube から怒られるんじゃないかな。あー、 YouTube、 うん、だってダメじゃん。なんかあの、なんだっけ、泥酔してるとことか、あ、知っちゃいけないんだよ。ダメだって。それは早めに言ってもらわないと分かんないじゃん。知らないし。うん、ごめん。でもこれ飲むのやめな。いいダメだって。いいよいいよ、使えるとこ増やそう。何を使うの、だってこんなのって。ピスタチオとかさ。もう何言ってるか分かんない。もう助けてください皆さん。何しちゃうの。え、何しちゃうの。おいで。いや、のせれないって言うちゃう。いいからおいで。今日はプロ意識捨てな。絶対違う。視聴者さんに見せないでしょ、そんなんじゃ。終わりにしろとか。え、このやつってだって動画になんないでしょ。なるなる、もうちょっと。何の撮んの。やめよ、この撮影。いや、どうせ俺厄介もんだよ。いや、コメント見てても思うけどさ。何か、だって全然ないじゃん、だってラタル君。いや、あるよ。面白いとか優しいとか言ってくれてるじゃん。いや、そういうコメントばっか目いくじゃん、当然。いいコメントはさ。いや、悪いコメントはいっぱいあるよ。全然ないよ、だって見てる。いや、見てる。いや、俺も目見てる。こんなに思い込んでたの。うん、ないから。だってみんなちゃんと受け入れてくれてんじゃん。今動画上だからそういう風に言ってんでしょ。違うよ。いや、そうだよ、絶対。違う。いや、絶対そう。違う。だったらもう出なくていいじゃん。え、もう動画出なくていいじゃん。そしたらそんな風に思うんだったら。いや、いいよ、じゃあ出なくて。じゃあそういう意味じゃないって。いや、じゃあいい。違う。分かった分かった。じゃあ今のでもう結論だね。もう出ない出ない、分かった、もういいや。違うよ。いや、だからいいって、飲まなくていいって。いや、いい、もういい。俺はもういい。もういい、もういい、もういい。何か意味が分からない。もういい、動画出ません出ません。いいっす、これ最後でいいです。でもこれいいよ、 YouTube やんないですね。ダメようよ、もうね。だからダメだって、もう編集マンとかみんなから、これさ、バカじゃないの。めっちゃこぼれた。だからダメだって。もういい、もう本当に。なんでこんなことすんの、意味。痛い。もういいや。はい、分かった分かった。はいはい。いい、全然分かんない。ね。でってれー。ドッキリー。ドッキリじゃないでしょ、だって一気飲みしてんだから。何がドッキリだよ。ドッキリでーす。あそこにカメラあるの、わかる。あそこ。いや、笑えない。え、笑えない。え、いや、笑えない。ドッキリ、ドッキリ。え、ドッキリだ。嘘だ。いや、本当だよ、あそこのカメラあるじゃん。あそこ。これは、いいね、緑茶。緑茶減ってるじゃん。消しちゃったじゃん。消しちゃったよ、消しちゃったよ。え、これ本当、ドッキリ。え、ドッキリだ、ドッキリ。見て、こっちももう、バッグの中に入れといた。え、だってさっき飲んだの本物だったじゃん。さ、水取りってくれたじゃん。はぁ、あ、はぁ、あ、すり替えた。誘導したの。気持ち悪いふりをちょっとしてね。
水だからね、結構ね、水持ってきてくれとか、とりあえず持ってきてくれ。本当に心配したんだから。最後の辺もやばいなと思った、途中で。ちょっと別れ話になるかなと思って。いや、別れ話とかではなくて、いや、本当心配したよ。しかも、なんか渡くん悪いイメージついちゃうんじゃないかと思ってさ、最初のその、なんかちょっとなんかピリッとした時、両親がやっぱね、もうやめろかなと思ったの。だけど、もう突き抜けようと思って、ごめん、ま、最後突き飛ばした、大丈夫だった？え、突き飛ばしてないよ。突き飛ばしてた。ほんと？うん、僕覚えてないな。お前、いやーっつって。うわーっつって。大丈夫、元男だから。鋼の鎧。確かに。歌くしかんじゃねえよ、おめえは。大変だよ、ほんとに。バランチップスうめえわ。うるせえわ。え、じゃあ酔っ払ってないの、ほんとに。全然酔ってない。ほんと？いや、ほんとすいません、なんか声荒げて、なんかコメントとか本当にあったかいコメントばっかりさ、何一つ本当にないから、そういうの。そう、いつもね、コメントでこんなコメント来た、嬉しいみたいな感じで言ってくれるんですよ。だから、あ、渡辺くん楽しみにしてんだなと思って。そうそう、コメント、すげえ楽しみにしてるっていう形で、これが、うん、一応僕が考えたドッキリ企画だけど、うん、これは大丈夫。いいよ、出しますよ。いい、うん、はい、じゃあ締めますよ。締めましょう。はい、もし今回のこの渡辺くんのドッキリがかなりスリリングだなと思った方は、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok とノート、あと渡くんもノート始めたので。あ、そうですね、たくさんありがとうございます。コメントいただいて、ぜひそちらも画面の下からフォローお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ビビったー。ビビりましたよ、心臓に悪いですからね。